おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。月火水はマイクロビットの説明動画を公開しています。今はインキービットっていうのをやってるんですよね。で、難しい図を書こうということで、フラクタル図形っていうのを書いています。まあ、プログラムすることでこういう幾何学的な、まあ、フラクタルっていう、なんていうんですかね、自己相関って言っていいのかな、なんか、そういう同じ形がこう繰り返し出てくるような図形を書いています。で、まあ、これの元になっているサイトは、アキータの参考サイトで、ちょっと拡大状態ですけど、切り替えますね。こんな、このサイトですね、URL ちょっと大きくしてみましょうか。キータなんで数字の羅列になっているので、まあ私の概要欄から来ていただくのがいいかと思うんですが、ここを参考にしながら作らせていただきました。で、Python で書いてあって、フラクタル図形っていうので、このシェルピンスキーの三角形っていうのを書いています。で、まあ、プログラムのソースがあるので、まあ、それをマイクロビットのインキービットですね、ブロックプログラムですけど、書けるようにっていうことで移植を進めて、なんとかこの3つの配列変数もこう、うまくマイクロビットのブロックで表現できて、これをやって、先ほどの画面ですね、これでもこういう絵になってるんですが、マイクロビットのインキービットの画面上に、まあ、このような形で、一部出ているような感じになりました。なんかパッと見はですね、パッと見はこれの この辺りだけが出ているような感じで、もっといっぱいこう出したいなっていうので、今日はそれの続きをやってみましょうということになります。で、前回のプログラムはこれで、基本的にパラメータを変えるだけなので、事前にやっておきました。3番っていうのを作ってですね、パラメータをここをちょっと倍のサイズにしようっていうよりかは、このインキービットの、このサイズですよね。と、インキービットのサイズ感に合わせて、と、この画面の端から端、ここからここまでが250ですかね。で、ここが縦方向が120なので、まあ、それを意識して、と作ってみました。このプラスの A っていうパラメータは X 方向なので、 X 方向がちょうどプラスの12とマイナス12で、まあ、240ぐらいいけて、でこちらが上方向なので12ってすると、まあ、120ぐらいまでいけるっていうイメージで、まあ、このパラメータにして書いています。で、このパラメータの真ん中の点を XY の初期値にするようなので、これでプログラムを書き込んでみます。すると、特に変更することなく、まあ、点滅して、処理が終わると書き込んで、こんな感じでちょうど幅に収まるような形で、繰り返し模様というふうになりました。さっき1個出ていた部分が、まあ、この部分だとすると、ちょうど倍のサイズにうまくなったっていう感じですかね。こんな形になっています。まあ、この解像度でいくと、まあ、この大きさが最大かなというふうな気がするので、まあ、シェルピンスキーの三角形はこれでうまくいったかなと思っています。で、ちょうど、まあ、マイクロビットの回が今日が火曜日なので、あと1回しかないですね。で、どうするかっていろいろ考えてるんですが、と、まあ、このサイトはこの続きがあるんですよね。次は自己相関になっているっていうので、次はこれも基本は同じマスとランダムぐらいなので、ちょっと長いですが、配列変数も出てこない。ただ計算値はなんかすごくこんな風な感じになっているので、これでうまく書けるんですかねという気が、同じようなこんなのが書けると面白いので、これをチャレンジしてみようかなと思います。で、今日まだ5分ぐらいしか経っていないので、できるんですかね。これ、端が0じゃないですよね。0.5 が真ん中で、端が 0.8 ないですよね。これ3から0.7 で、ここ下は、ここは0だと思うんですけど、で、上が1まで出ていて、
こんな風に書いてあると。で、葉っぱを拡大すると同じ構造が含まれていて自己相関になっているという風なものなんですが、シダ全体は自己相関性を持ちない。枝と葉の違いはあるから、シダの全体は自己相関性を持ちませんと。まあ、この枝、これのちっちゃいのがここになっていて、ここのちっちゃいのがここになっていて、このちっちゃいのがここになっていてみたいなことを繰り返しても、こんな風に曲がっていっていると。バーンスレーのシダと、これも R はランダムで分かれていくんですよね。こんな風に X カンマ Y っていうのは同時に X と Y を計算してるんですかね。で、X0.5Y0.5 で始まってということなので、これは00でこんな風に進んでいると。これは1に落ち着くっていうのはなんでなんですかね。ここが XY0.5、0.5 で始まっているってことは、 0.5、0.5、ここを中心に始まってるんですかね。で、上が1を目指していくので、我々が書こうとすると、ここが原点だとすると120/60ぐらいで、ここが120なんですよね。これも同じように書けますかね。フラクタルの木、これもちょっと見てみましょう。これもなんか同じような繰り返しで、あ、これはなんかこんな木のような模様になると。まあ、数学的にはフラクタル次元って言って結構面白いお話なんですけど、まあ、そこにちょっと深みにはまらず、この絵も0プラマイで上が2なんで、これも描けなくはなさそうですね。これもこういう木がここに自己相関的に出て描かれてるんですかね。分かりやすいのはこれかな。で、これがうまく描けると、これがうまく書けると、プログラム的にはなんかこれもよく似てますよね。基本的にここの数式が違うだけでプログラムは同じなので、同じように書けそうな気がしますね。で、このバーンスレーのシダとこの三角形はだいぶ違うプログラムになりそうですね。どう、そのままで書けるのかな。座標変換のところぐらいを考えてあげれば書けるような気がしますので、一回攻めてというかやってみますか。問題はこのアニメっていう、アニメーション生成のためのメソッドインポート、これは関係ないのかな。プロットショーってなっているだけなので、プロットで最後法文が終わった時にショーするっていうのが、まあなんかアニメかなんかになってるんですかね。これあたりは使ってる感じがしないので気にしなくて良さそうです。はい、そうですね。まあできそうな気はするので、ここも同じロジックですよね。で、ランダムでここ、どう攻めればいいかっていう、そのパラメーターが11になっている、で 0.5 から進んで書いていくっていうことなので、どこをいじるかっていうと、多分これをいじればいいんでしょうね。原点をいじって数字的に10倍するっていうので、前回はちょうどいいパラメーターだったんですけど、今回は上が幅が0.5 0.35
0.1、0.2、0.3、0.1、0.2、0.3、0.2 だと、こっちはちょっと 0.2 だと小さいので、まあ 0.5 が真ん中で、値的にはこんな感じで出ていると。ここのパラメータの調整でうまく書けそうな気がしますね。じゃあなんか、まあこれをベースにちょっと考えてみましょうか。どこも今日10分になっているので、どこまでできるかっていうのはちょっとわかりませんが、ベースだけを作ってみたいと思います。で、この3を複製して、フラクタルは4になるんですけど、模様としては2つ目になるので、こんな感じのファイル名にちょっとさせてもらって、これを、まあ、改造していく形で書いてみようと思います。で、大きくは、まあ、このあたりの GPXP の初期値はいるんですけど、まずいらなさそうなやつを消しちゃいましょう。確かプロットもなかったと思うので。で、初期値 XY がいきなり始まって、ちょっと2画面にしましょうか。ちょっと2画面にします。はい、2画面にしました。で、初期設定がほとんどなくて、X0.5 から始まるんですよね。だここは、0.5。ここも 0.5。で、これ繰り返すのは一緒で、これも一緒で、で、N っていう変数はないので、これは消えて、で、X をいくらにするっていうのが、あ、乱数はいるのか。ちょっともう一回戻しましょう。乱数はいるんですよね。乱数は、0.2、0.3。で、上限が1なので、で、小数で出すとややこしそうだから、0から100でいいのかな ?0 から100にしましょうか。0から100の乱数を作って、で、もし何々なら、こうですよね。もし何々なら、これを計算。で、終わったらプロットする。で、もし何々ならの if 文が、これが入っていて、変数としてはこっちは n。乱数は n になっていて、で、0.2。だからこれは普通に2なんですかね。2なら、この計算っていうので、ちょっと、いるかいらないかわからないので、ちょっとこれをこう出しておいて、X、これは乗数ですね。0.5。で、Y は掛け算か。Y は掛け算で、Y は掛け算で、Y に Y 自身をかけてっていうことですよね。と、0.27 をかけて、Y にしましょうと。こんな調子でプログラムを増やしていくんですかね。で、次はもう一度これを足すと出なければっていうのが出てきて、これ Python 流の書き方なんですけど、これがちょっと書けないので、これをコピーして、and で書かなきゃいけないですね。この if 文が結構複雑になって、かつってやつですね。と、
R が0.2。今度は逆ですから、このプログラムと一緒にしましょう。こうやって2でイコールが入ってます。2でイコールが入っていて、かつ、これをコピーして、今度は n がこっちですよね。r がこっちで、ちょっと、これ名前わかりにくいですよね。変数を r に変えましょう。r に変えて、で、r が今度はこっち側が17でイコール付きですよね。17。で、この場合はっていうことで、x と y でこのややこしい数式を書いていくんですかね。このややこしい数字を表現していくと。これ同じ調子で、数式作るのは厄介なので、同じ調子でこれと、多分これいらないんですよね。この裏にある。これちょっと消していきましょう。で、このプロットは最後にいるので、ちょっとこう置いておいて、if 文の構造だけ作っていきましょうか。一番外側のこれをコピーして、ここに1個。これが次これですよね。次ここまであって、else if でなければ、ここも条件があるので、ここにはまることないと思うんですけど、まあ構造を合わせておきましょうか。ここは、これはだからここにいて、これで消えるのかな。こんな感じですかね、プログラム的には。で、このパラメーターが、ここが今度は17で、で、ここが30。で、最後は30からここが100。で、これと、複数つまめるのかな？複数つまめないので、コピーで、X と、あら、裏に回っちゃいましたか。これ結構埋もれるんですよね、ブロックの。はい、コピー、V。こいつが埋もれそうか。これで骨格ができたので、あとこれの、このパラメーターですね。ここの倍率とかを明日考えてやれば、ここは XY で呼ばれて入ってくるので、ここでちょっとこの比率を調整して書いてあげれば、シダが見えるかなというところを明日やっていきたいと思います。はい、これで今日20分ぐらいになっちゃいましたね。はい、今日はこんな形にさせてください。はい、今日は、まあ、シェルピンスキーの三角形ですね。それのまあ大きなバージョンがなんとかまあ画面いっぱいに書けたので、それはまあ良かったなと。まあ、基本パラメーターを調整するだけで、昨日のプログラムからいじってません。まあ、大きく表示するやつも今日のリンクに貼っておきます。で、同じく参考にしている Python で書いてあるフラクタル図形のサイトのにはあと3つ絵があるんですよね。で、同じ要領で、はないので、ちょっと時間かかりそうだということで、ただまあ書けそうな気はしているので、プログラムの骨格だけ作ってみました。明日そのパラメータを埋め込んで走らせてみて、書いてみて、まあ、うまく書ければ、よかったなということで、で、このシダがうまく書けると同じ要領で駅を書きましょうっていうことになるので、まあ、せっかくの流れなので、まあ、ここで紹介されている3つを、まあ、今週はもうあと明日しかないので、明日、シダを書いて、週明け、木を書いて、で、まあ、残り何回か余っちゃうかもしれませんが、
そこはまあインキビットで何かできるか考えてみたいと思います。本当にあのインキビットのあのイメージっていう変数があんなにややこしいとは思わなかったので、あれが文字列がカチッとはまっていれば、まあこの逆にフラクタル図形の話はしなかったかと思うんですけど、なんかこうね、どこかのサイトに初期画像に戻すようなプログラムか何かないのかなと思っています。はい、ちょっと長々になりましたが、今日もご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時に月火水はマイクロビット、木金土は WebVR の説明動画を公開しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、毎朝ですかね、お付き合いいただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。